大阪市立織尾野小学校は、大阪府大阪市住吉区にある公立小学校。全学年を縦割り集団に分けて、集団ごとに学校行事に取り組むなど、医学年の交流の取り組みを行っている。大阪市住の江人上小学校の校区を分離する形で、大阪市住の江第二人上小学校として1937年に開校した。1941年には、 国民学校令の実施により、大阪市、オリオの国民学校に改称している。1942年には、従来の校区の一部を、新設の大阪市清水区国民学校の校区へと変更した。太平洋戦争の選挙区を反映し、1942年12月には、防空貯水槽の役割を兼ねたプールが竣工している。1944年6月には、 日本陸軍軍用機が行動東側に激突する事故が発生している。1944年以降国民学校児童の学童疎開が実施されることになり、縁故に頼らない児童は学校から集団疎開を行うことになった。疎開先の府県は各行政区ごとに割り当てられ、住吉区の国民学校では大阪府先州方面が疎開先に決定した。 オリオの国民学校の児童は1944年9月17日以降、海塚市への疎開を実施している。集団疎開は終戦後の1945年9月29日まで続いた。校舎は1945年6月以降、大阪海兵団分室として転用された。1947年の学生改革により、大阪市立オリオの小学校と称した。 住吉区では戦後の宅地化に伴い児童数が増加したため、1950年代後半から1970年代初頭にかけて小学校が次々と新設された。オリオの小学校校区周辺でも1958年に周辺校の校区を再編して大阪市立南住吉小学校が設置されることになり、従来のオリオの小学校校区から沢の町、 南住吉町を南住吉小学校校区へと変更した。また1967年には周辺校の校区を再編して大阪市立山の内小学校が設置されることに伴い従来のオリオの小学校校区からオリオの2から3丁目を山の内小学校校区へと変更している。いずれも開校時には該当地域内在住の4年生以下の児童が 新設校へ転出する形となった。ありがとうございます。